緒にデコレーションをしません？あ、デコレーション。どうやって？デコってデコって。みんなのお皿にデコレーションしていくか。デコレーション舞台。デコさん、デコさん舞台。ってやる？え、むずそうだ。これこそ職人技じゃない？職人。職人。職人。デコってしよう。デコって。欲しいと。みんな欲しくないみたいなので。欲しくないみたいなので。で強制的に。デコって。これどうやってやるんですか？みんな自由。自由になってきてもカメラとか関係ないからね、みんな自由だから。カメラカメラみんな映ってない。みんなに配ってもらっていいですか？
つまみ何がいいかな。パンケーキ。パンケーキ。どこだ絶対そこ。あ、おつまみ。あ、おつまみだよ。なんだ食べ物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 。なんかお花見であったらいいなって思う食べ物。おにぎり。あ、おにぎり。やった。そう、おにぎりは作ってこうと思った。わあ。それもありなよ。お弁当的な。え。でもあれでしょ、しのさんはさめっちゃ切り方豪快ですね。だってなんかマイクないもん。話入ってこなかった。あとさ、ワニ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 の肉食べれる。えバーベキューで。もうワニ食べたことある？ないないない。いやでもなんか結構美味しかった。鳥鳥っぽい。あー、カエルのわかる。カエル逆にあるやん。え、居酒屋でカエル出したの？あるでしょ。それも鶏肉だった。ぽいよね。へー、カエルの足。こういうね、なんかパンタグラフみたいなね。ちょっと食べたら鶏肉の味があった。え、それはさ、形そのまま？そのまま、うん、足だけ。え、でも形はそのままだった。逆になんでこれ食べれるのにヘビが食べれる？え、知らなかったの。それ買って、騙されたの。騙されたの。見たら分かるじゃん。分かった。鶏肉だよって言われて食べて、あ、食べたみたいな。いや、それ買えるだよみたいな。え、足だけやったら足だけ。わかんないわかんない。味は鶏肉だったし。え、どういう、揚げたら焼いたらなんかね、唐揚げみたいになってた。あ、じゃあわからんわ。わかんなかった。それはわからんわ。騙された。でも食べた瞬間美味しいと思う。美味しかった。でもわからんとワニも食べたらわかる。え、それはどういう感じで出てくるの？なんか、こうつま先がもう鱗がついてて。え、つま先言ったら、こっから上はなんか肺である。え、それカットされてる？カットはされてる。スモーク、スモーク、スモーク。焼いてる？手で？手で食べちゃう。なんかつけるよ。止まってる。なんか何もつけ、味、味ない。つけられてほしい。あ、ありがとうございます。ムミ、ムミ、ムシ、ムミ、ムシ。あるよ、あるよ。ムミ、ムシ。あるよ。ね、それ手やばいよ、それ。ちょっとエロいこと。こぼれる、こぼれる、こぼれる、こぼれる。さすが、さすが国家のわいせつ物。ありがとうございます。めっちゃこぼれた。大丈夫？なんか、ここにあるよ、ここに。はい。ひばらっとなってます。今日そういうかい。学校にでもさ、いいやん。なんか DVD 化したらいいんじゃない？こういうシーン。ひたすらパンケーキ食べる。水まみれでパンケーキ。手がもうさ、メープルシロップだよ。すごいやわ。モザイクかけよう。ハチミツに。ハチミツだけにかけたらいい。顔に。メーカーに迷惑なの。どこのメーカーや。カヤだそうとしてるやん。味どないですか？味でもなんか家庭的な味がします。ホームメイドタイプです。ちょっとさ、それさ、ちょっとあれなやつじゃない？でも普通に美味しいと思うな。うん、なんかもちもちしてる、うん、なんか水分全部持ってかれた。まあ、ちょ、めっちゃこれ喉乾いた。ドリメタ TV に課金しちゃう。課金しちゃうわ、これ。課金ゲームなの？装備かみたいな。ゲームの装備。え、お花見イベントとかやる？うん、でも毎年妹と、あの6個下の妹と一緒に近くの山に行くんですけど。山？近くに山があるの？いいな。歩いて15分ぐらいのところに山があるんですけど、うん、え、そこに田舎？めっちゃ高尾山。結構、大丈夫、今回はいける。今回はいける。横浜の高尾山みたいな。結構ガチな山持ってきた。え、あずさちゃんはどこ行くの？私、お花見、なんか、行くとしたら多分上野公園か新宿公園か。いいね。え、新宿どこにある？新宿御苑。御苑は結構有料だけど、その分。でも安い。そうそうそう。御苑家の件。早い。あと5分しかない。え、告知ありますか？告知皆さんで、ね、私はそこまでない。あ、じゃあ先にどうぞ。27日食べながらやけど撮影会やります。場所は東洋町美少女撮影会ってやつですね。
まあ、よかったらあとアメブロとかツイッターとかね見てもらって、はいはい、こんな感じです。はい、さっきもいたんですけど、3月20日日曜日、アザブ IVY さんで20時40分からですね、現代風女子のラストライブがあります、うん、よかったら、ね、そうそうそう、よかったら遊びに来てください。待ってます、はい、バッシャーズさんの告知を一応展示会とか、まあ、各種出てるので見つけたらニヤニヤしていただきたいな。ニヤ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 しながら、あと写真も撮られんねんな。そうそう、ニヤニヤ。あと、ですね、なんか告知っていうほどでもないんですけど、今美容機器メーカーのアレティさんっていうメーカーさんのイギリスのメーカーなんですけど、そこのスペシャルアンバサダーってちょっと読者モデルっぽいものをやらせて、あ、なんかあるね、すごい、デスカフェとかよくある、そうそうそう、やらせていただいてます。みんなでアレティ使いましょうっていう宣伝でした。あと1個思い出した、なんかうちも毎週日曜日に21時半からニコニコのナイトチューブっていうので、ランディ王様のエキペディアっていう吉本の芸人さんと、まあ、ニコニコの番組やってるんで、よかったら見てみてください。あ、以上です。はい、そう、どうぞ。ごめんなさい、あとこちらの道玄坂 TVTV さんで、高橋あずさの教えてあずさ先生っていう動画をやらせていただいてます。よかったら見てください。ブログに URL を貼っております。現在6話まで放送中です。結構やってる、結構やってる、ね、すごい。なぜか気づいたら。なぜか気づいた。はい、渡辺美優です。私は、4月の12日に3曲目のオリジナル曲ができて、おめでとうございます。そんなドアズさんの方で発表するので、よかったらよろしくお願いします。素晴らしい、はい、以上です。聞こう、はい、8台近い、ね、新宿から、あ、新宿から1駅かな、都心。あそこ行くの意外と大変なんだよね、京王線乗っちゃって、あ、止まらないとかってあるある、あるある、間違えたことある、あるある、京王線ある。はい、後半が15分後にまたスタートするので、はい、よかったらそのままで行ってください。お願いします、はい、以上、道玄坂 TVTV でした。ありがとうございます。